インスタントジョンソン杉のしゃべりすぎちゃーん、イエーイ。さあ、それではゲストを早速お招きしたいと思います。最近、無職になりました鈴谷さんです。よろしくお願いします。え、うわ、無職、うん、まあ無職みたいなもんすけど、ね、いやいや違うでしょ。僕も杉さんも無職みたいなもんじゃないですか。違う。やめなさいよ、俺を巻き込むの。フリーランスね。フリーランス、フリーランス、はい、はい、ね、はい、長年雇用という字がつきまとうフリーランスでございますけど業務、なかなか業務委託ね、うん、スーツと。この間でもね、子供が小学1年生入学したんで、はい、スーツを久々に着て、おいやあれでしょう、ネクタイの締め方も忘れちゃったんじゃないですか。本当に忘れて、本当に忘れて、前あんなにやってたのにもう忘れて、鏡の前で、あとネットで調べて、ああそうかそうかみたいな感じで、はい、あれでしょ、それでズボンのサイズが合わねえとか、そんなそんなのいざこざが始まるんでしょ。そうそう、やべやべ、シャツが、奥さんにスーツどこ行ったとか、クリーニングやったっけどうかってバタバタするんですよね。そう、バタバタして、シャツの第一ボタン止まんねえとか、そんな感じでした。そうそうそう、で時代がね変わっちゃって、その時はダブルでよかったけど、今シングルだとかいろいろね。そう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 、そうそう、スーツのねトレンドが変わってんですよね、着ないから。変わってんだ、悲しいから。そうそうそう、いやそんな話はどうでもいいです、どうでもいいです。はい、じゃあ早速でございますけども、今日は、はいはい、あれですね、いわき戦の次の日に、そうなんですね、今ラジオ収録してるんで、はい、非常にテンションが高くなりすぎちゃう感じ、テンションが高くなりすぎちゃーんになっちゃうんで、全然違うんじゃない今までの収録と、はい、まあまあしょうがないですよ、これだって急遽ほら鈴安さんがさっき LINE でやっちゃいますか、このテンションでっていう、そうですね、感じだったんで、まあ先ほど LINE もしましたけども、ハイテンションになりすぎず、通常通りとなる。まあたまにはね、でもいいんじゃないですか、たまには。まあまあそうですね。はい、さあそれではですね、関西スタジアム栃木で行われたいわき戦1対0で、見事な勝利を抑えましたけども、うん、じゃあ鈴谷さん振り返ってください、お願いします。一番は、はい、前半終わった時に時崎さんがイエローもらってたじゃないですか。いや、それはもう後での MVP のコーナーに取ってきましょうよ。そうそう、いやまあだからなんか気合い当然入ってて、まあいわき、はい、で監督もやっぱ福島ユナイテッドといわきの関係性もあって、うん、ね、そうですよね、まあ、そういうのもあったし、多分試合前のその気合の注入というか、うん、まあ、当然あったと思うんですけど、まあ、そこで負けたら話にならない、これ多分秋田戦と同じような感じのに、ね、ニュアンスだと思うんですけど、うん、まあ、そこで負けたら話にならない、競り合いと落ちたセカンドボールのところ、うん、まあ、負けられないってところで、そこではっきり言って前半なんかは圧倒したんじゃないですかね、途中まで。確かに、いやそれで、まあ、いきなりね、だっていきなりキックオフしてボール下げて、平間選手がフィードを入れて、矢野選手めがけたと思うんですけど、はい、出たのは根本選手でしたね。根本選手の後ろからセンター、相手のセンターバックがガチンってこう、うん、頭ぶつかるみたいな感じで打ち込まれたじゃないですか。ね、はい、ありました。そのファーストバトルで、まさにその激戦開始みたいな感じになったけど、確かにね、そこでのろしが上がってましたよね。うん、そこで得たフリーキックを、うん、深森選手がいいボール上げて、はい、で福島選手入り込んでって、まあ、ゾーンの間と間にこう落ちるようなボールだったと思うんですけど、うん、まあ、うまいこと決めて先制できて、で前半に先制できると、ここ最近の試合では勝ち点取ってたんで、山口戦とか山形戦とか、はい、だからそういうのもあり、あ、これはいい感じで取れたと思って、でその後もずっとそのね、矢野さんのところに入れて、そのセカンドに対しての西矢選手とか山田選手とかが素早く反応して、で、その間にウィングバック上がってきたりとか、逆サイド、相手がかなりボールサイドに寄って、スローインとかもそうだったけど、だいぶ寄ってたから、うん、まあ、まあ、いわきの強みですよね、あれはね。そう、あそこで寄っちゃって、プレッシャーかけて、ボールも蹴らせないみたいなのが、相手の。まあ前以前まで栃木もそうやって、かなりね、極端なこと、町田とかも極端なことやってたと思うんですけど、うん、はい、まあ、相手のあの監督のすぐりさんって、相馬さん
町田を率いてた時の相馬さんと一緒にやってたりとかする してた人なんで。そうなんですね。そう、まあ、そのサッカー の, そのスタイルのテイストはそれをこう、うん、いわきでも、まあ、やってて、で、うん、あの特徴っていうのは本当特徴的な感じだったんですけど、まあ、それをこう坂手にとって逆サイドの空いてるスペースを使う、うん、で相手のこう例えばスロー前半にもありましたけど、相手のスローイン、相手はこっちのスローインをうん、ネオ選手がダイレクトで逆サイドの森選手に出た。 あれね、めちゃくちゃ印象的でしたね。そう、あれはもう完全意図的にもう 狙いそのまま逆サイドを森選手一人だけポツンとこう一人で浮いてたん でそこに、うん、でかもうこうそのまま運んで切り返して左足のシュート外れちゃったけど、うん、あんな感じのチャンスがあったし、あと平、うん、コーナーキックから平松選手が確かに頭ちょっと上ね、あの下に叩けなかった、そう決定機あったじゃないですか。はい、あそこで2点目3点目っていけたらね、一番ベストでしたけど、ね、試合としては。確かに。でもあれじゃないですかね、そのなんか全体的になんか試合をこう掴んで90分間栃木 FC のイニシアチブで全部進んだような気がしたんですけど、まあ、そうですよね。まあ押される時間も前半の終了間際とかまあ、ありましたけどね、入ってからありましたけど、あのここ最近でやっぱ押し返せてるっていうところ、うん、で押し返すための作業がやっぱ意図的にできてるって僕はすごく印象を持ってて、うん、それ積み上げてきたものだと思うんですけど、あの、うんうんうん、やっぱ相手がいわきみたいなチームだともうボンボン蹴ってくるところのファーストのバトルで、まあ、競り合い負けないこと大事なんですけど、セカンド落ちた時にセカンド拾った時にそれをこう減り返しちゃったらまた同じバトルに終始する。確かに、うん、まあ、以前 2,3 年前は栃木はそうだったと思うんですけど、確かにそこをこう収め、センターバックとかボランチを収めて、で、うん、そこでこう慌てて蹴らないで逆向いて、うん、逆のオープンスペースとかいわきもね密集してるから空いてるところに出してそこから前進していくみたいな形で押し返すっていう作業を意図的にやれてた。まあ、こう試合後西矢選手とかも話してたけど、そこをなんかね、はい、西矢選手より印象深かったのは本当なんか数年前の自分たちと戦ってるようだったって言ってた。ああ、なるほどね、うん、でそういう相手に対してあの自分たちが意図的にそうやって逆のスペースをついて前進するってことが、まあそれがまさに時崎さんになってからこう積み上げようプラスアルファしてこうっていうところの、うん、チーム作りのこう最こうベースのところだったので、うん、あの戦うことは当たり前プラスアルファで積み上げていくっていうのがこのなんかまさにこう数年前の自分たちのようなチームと戦った中でそこのプラスアルファを出したことで、うん、あのこう押されながらも押し返すっていう作業をしてチャンスも作ってそして 1-0 で勝ち切ったっていうのが、まあ、まさになんかこう自分たちが成長した進化をしたと感じられる一戦だったみたいなコメントしたんですよ。確かに、うん、確かにそういう意味でのなんか意義深い一戦だったの。そうですね、なんかまああのまあまあもちろんその決定機をもっとパッパッちゃんと決めれるとこ決めた 3-0 とかで、うん、まあ勝てたんでしょうけど、なんかあの1対0っていう栃木らしい堅守を発揮しての勝ち点3とプラスアルファその勝ち点3のプラスアルファって結構大事じゃないですか、はいはい、その内容がめちゃくちゃ良かったなっていう攻守において、はいはいはい、なんかすごいなんだろうな、いい月曜日ですよ今なんかほらあるじゃないですか、こう全部腑に落ちる瞬間みたいな、はいはい、あこれだよなやっぱり栃木市ってなみたいな勝ち点3だったんですよ。あ、そうですね、攻撃も勢い出せてたし、うん、で守備局面でも、うん、こうタイトさ硬さ出してたし、はい、そうでなんかあのまあ2節前に戻るんですけど、うん、あの水曜日開催の山形戦、はいはい、終わった後にあの翔くんと佐藤翔くんと裏側で会って、うんうん、で大島幸喜とかあと大島くんとか、はい、あと安田選手とかとちょうど会って、はいはい、で話をしてたんですよ、今日どうだったみたいな、うんうん、したらもうあのショーが面白いことを言ってて、はい、頭のてっぺんから足のつま先まで全部疲れました
もう出し切ってもう本当に本当になんかこう何年もサッカーと向き合ってやってきてるけど本当に一生って大変なんだなってなんかすごいしみじみ感じた試合でしたね。山形戦争したね、最後ね、終盤はもう山形もね連敗してるから必死だったんだろうし、う必死だしたし、それをこう結構ね、あの同点、ま、もしくはその逆転されてもおかしくないし、多かったじゃないですか、多かったです、ピンチ多かったし決定機多かったし相手の、だからなんか翔くんがその1点返された時あったじゃないですか、はい、あの山形に、はいはい、1点返された時にこうボランチの立ち位置からこう後ろを振り返ったんですって、はいはい、あの3バックのみんなの顔どうなってるかなと思ったらもうね、もうそれはそれは自信に満ち溢れてない顔しててやーべーやべえやべえってもうね、だから僕大丈夫だよ顔上げろみたいないや本当にね、もう本当に全員が同じ方向向いて全員が絶対勝ち点3取ろうみたいのが、うん、むちゃくちゃ出た試合だった分、うん、もう頭のてっぺんから足のつま先までのエネルギーがもう残ってないって言ってで横にいた大島選手もいやマジっすよこれマジで大きな勝ち点3なんですよこれとか言って、いやだって大島選手も相手の右の伊坂善員選手入ってきて、あね、彼のまあ仕掛け、やっぱ突破力ある選手は、あれね、大島選手、ほぼほぼ止めてましたからね、足に引っ張って、いや、そう、だからあれ、職人、ディフェンス職人かと思えるくらい、そう、配置がすげえ強くて、すげえ強い、なんか読んだように足に引っ掛けるという、で、試合終了、ま、直前のホイッスルの前も、大島選手が足で引っ掛けて、タッチに逃げて、そこで試合終了なんですよ。いやもうマジでね、まあまあちょっとピンポイントの話ですけど、大島選手謎が多すぎんですよまだ謎まだまだまだなんかね、まだあるよまだあるぞっていう、そのマルチプレイヤー、ユーティリティプレイヤーのもうちょっと上なんですよね、なんつったんですかね、ユーティリティアメージングプレイヤーって言うんですかやっちゃうよやっちゃうよって、やっちゃう、予測不能というかね、まあまあまあで、まあその佐藤翔選手と大島幸喜選手とあと安田選手がいたんですけど、うん、で佐藤選手と大島選手が安田選手に向けて、お前あれだな今日走れたじゃん90分間ぐらいそう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 、じゃ安田選手も他人事のようにそうなんですよ僕なんか走れちゃったんすよなんかあれなんかあ今日いけるぞみたいになって動けたんすよとか言って、あれだから水曜夜、水曜夜です。水曜ですね。そうそう。はい、あ。そうそう。ところね、なんかちょっとね、その内容がどうというよりも、選手間同士がそういう会話するんだと思って、ちょっと新鮮だったんですよ。ああ、逆、うん、なるほど。うん、俺は素人だから、全員90分間絶対走れるものだと思ってるから。はいはいはい。でもほらあるじゃないですか、やっぱその力の出し方とか。役割とかで、はい、お前は70分まで頑張れとか、はい、そんなのあるじゃないですか、はいはいはい、きっとね、はいはいはい、だから全員走れるのかなと思ってる、要はスタンスで見てるんですけど、安田選手が本人がその俯瞰でねこう、うん、いや僕ねもう走れちゃったんですよみたいなのがすごく印象で、でこうこれで一個ずつ自信つけていくんですよねきっとね、本人もね、そう自信つけたと思うんですけどね、その次の、はい、甲府戦は暑さにやられて前半で変えられましたけど、暑さにやられたらしいです。じゃあもうそこは、まあまあ発展途上なんですね。まあ、そこはね、若さのゆえのなんか村みたいなのはね、まあ、これはやっぱ試合出ながら出続けないと、はい、まあ、ね、なかなか克服できないところもあったりとか、そこはあれじゃないですか、はい、これからじゃないですか、ね。だからそれで、昨日のね、また、あの試合後にたまたま安田選手と会ったんですよ、コンコースのところで。だから俺はそういうの分かってないから、うんうんうん、大丈夫怪我じゃないよねちょっと心配じゃないですか、はいはい、安田選手もうまさ知ってるしね、もうほら、うん、走れるっていうのも分かってるけども、うん、大丈夫って聞いたら、いや全然全く怪我じゃないですみたいなはい、あの力不足ですそうだぞ、まあまあ、そう次そう入れるようにもっと努力しますみたいな、うん、なんか
僕的には怪我じゃなくてほっとしたって方が先だったんですけど、うん、はい、でも、ね、山田選手と安田選手やっぱちょっと感覚似てるし、山田選手もあの安田選手とこの関係性というか何やるかあのお互いこう感覚で分かるみたいなこと言ってたん で2人が、うん、シャドウに入ることはこれからもあると思うんですけど、で山田選手は今ちょっとこう軸になりつつあるじゃないですか、攻撃の、はいはいはい、そこに絡む選手としての安田選手っていうのはなんか2人で、ね、距離感近くしてプレーするとどんとこうアウンのこうパス交換で前進する時間作るみたいなのを2人でやれるから確かにすごいいい感じなんですけどね。はいはいはい、まあ、だからあれですよね、まあ怪我人がみんな戻ってきてる、まあ、まあまだまだ怪我人多いですけど、はいはい、その分怪我人が戻ってきてる選手も いるじゃないですか、怪我終わって戻ってきてる選手もいるし、うんうんうん、まあそういう部分では形になってきてる。あともうちょいですね、また本当に完璧になっていくのもね、もうちょっと後ろがね怪我人とか戻ってきて万全、うん、安全な状態でどうなっていくかなっていうのはね、ちょっと、うん、昨日の勝利で楽しみの一つにはなってくるかなっていうですね。まあ、昨日の今日でからね言ってますね。いやいや、まあ、ゆえになんか何が言いたいかというと、選手層がなんか厚いというか、はいはい、ここがダメでも誰かがこうリカバリーして出てきてすごい存在感出すじゃないですか。例えば、はいはい、ほら3バックで言うと平松選手なんて、はいはい、本当はセンターバックだったんですかってぐらいちゃんとやってたじゃないですか。ちゃんとって言い方失礼かもしれないけど、はいはい、真ん中でものすごいそのなんて言ったらいいですかね、あの重鎮な香りがしたというか、やるしませんでした。試合お話聞いたときはね、なんかあのやることをすごくはっきりと整理して、うん、まあ、それは監督からあの多分あんま難しいことは求めてなかったと思うんですよ。あ、なるほどなるほど。当然真ん中の経験なんてほとんどないスリーバック、うんうん、でそれもあったし、やることこれだけしっかりやろうみたいな。だから例えば相手のロングボール多いチームだったけど、あの自分が競りに行くんじゃなくて両サイドのこう大森選手と福島選手をギュッとこう真ん中に寄せるような感じ、2人が競り合ったそのカバーをするとか、まあ、なるほど、はっきりとして、あとはこうボランチの佐藤翔選手があのその手前で弾くとか、うん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 、この辺もうはっきりとやることをしっかり決めてでやったと。であとね、もう一つ言ってたのは、まあ、岩城って相手がそのなんつうかな、大学のチームとああいうチーム多いらしくて、へー、ボンボンやっぱ蹴って競り合って、うん、セカンド拾ってみたいなところが多いので、まあ、そういう意味ではあの、まあ、大学でずっと立正大でついこの間までやってたわけだから、あー、そういうことね、はいはいはい、はい、そういう経験は自分の中ではこう生かせたみたいなことを言ってたんですよ。これがだからまた山形みたいな相手だとこうちょっともうちょっと細かくコンビネーション使って、うん、あのアタッキングサードでっていう、ま、マークのねちょっと受け渡しが難しくなったりとかっていうのはあるんかもしれないけど、まあそういう意味では、うん、あの予期戦は良かったなっていうところです。なるほど。まあでもそう考えると次節の清水戦はなかなか大変な試合になりますね。全然だって外国人フォワードとか、まあ、ディサールもいるし、まあね、その手前には乾隆とか、いや、まあ、おかしいでしょ、だってあれが J2 ってなんで J2 に来ちゃったんですか、もういいよ J1 で、まあ、迷い込んじゃいましたよねいや本当でちょうどなんかうちらと対戦するぐらいに調子上げてくんなよみたいな。しかも秋葉さんになってね、こう、うん、テンション上がって、ただちょっと ふとこの間 6-0 で勝ってるんですけど、あの山口戦でしたっけ、山口にアウェーで 6-0 で勝ったんですよ。はい。あ、じゃあ 6-0 じゃない。この大宮に3-0か。大宮、6-0、3-0ですもんね。6-0、3-0じゃないですか。はい。だから、まあ、いい感じではあると思うんですけど、なんかこう、うん、秋葉さんのチームって、こう、いい意味でも悪い意味でも、あの、こう、メンタル的なところの要素で、こう、振り幅大きいところはある。いや、水戸引いてた時の印象ですよ。あ、なるほどなるほど、うん、そうそう、まあ、いい時と悪い時のその要するにダゾンの試合後のあのすごい劇場だったじゃないですか。そう、確かに。いい時はもうディスイズが飛び出して悪い時はすごい怒ってるみたいな
感じやすいじゃないですか。This is とか出すところが栃木のバンキシャっぽい。そう、だからそういう意味での振り幅のところで逆に振れたらなんかチャンスかなみたいな。なるほど。チームがこの逆になんつうんだろうな、悪い方にこうテンション的にこう、浮くときと沈むときがあって、その沈むときにこうちょうど当たる可能性もなくはないから。なるほどね。ただ薄いですね、薄い可能性ですそう、あんまり物理的なものじゃないですねそれね。残念ながら戦力の充実度はもう J2 ではもう J2 じゃないですね、まだ J1 です。そうそう、何を勝手に迷い込んできてんで J2 かき回してんじゃねえよと思ってますよ僕はもう本当に。あれそうで、エスパルスとね、こあのリーグ戦の対戦ないんですよまだ。栃木ね、ああなるほど。2016年にエスパルスが J2 に落ちてきたことあったんですけど、栃木ちょうどその時 J3 に落ちたんで、栃木が。あ、そうなんだ。あ、そっかそっか。そっか、なるほど。落ちてきた時にストンとこうスライドして、なるほど。エスパルスは1年で上がっちゃって、で栃木は2年後にまた戻ってきて。なるほど。あの公式戦の対戦は2006年の、 あの天皇杯で。日本平で戦ったことは、その時は4対6で負けたんですよ。僕なんかすごい試合ですね。すごい、その試合僕現地取材行ってて、はい、あのね前半0-0だったんですよ。え、あ、後半の話それ。これ4対6ですから、後半の15分にようやく清水が1点取って、でそこから4点立て続けに取るんですよ清水が。ほうほうほう、まあ、要はその時栃木ってアマチュアなんだよ、ね。あ、なるほどなるほど。今の育成部長の田崎さんが10番つけてた時のチームで、あのみんなアマチュアでサッカーやってて、これから J リーグ行くぞってそういう時代ですよ。でそのチームが教員の人も多かったし、で一致団結して前半は本当みんな必死に耐えて 0-0 で折り返したっていうゲームだったんですよ。相手が後半に1点取ったら、やっぱちょっとそこで緊張の糸が少し切れて、でダダダって4点取られちゃって、まあ、マルキーニョスっていう、あのその後鹿島とかでも活躍するブラジル人のストライカーがいて、で、はい、それにハットトリックとかされたのかな確か。だけど4点取られた後に 0-4 になった後に田崎さんが1点取り返しての反撃ののろしを上げて、そこからもシーソーゲームですよ。ババババって 4-2 ぐらいになって、また 5-2 とか 5-3 とかなって、ザーってなって、こうすごい打ち合いになって、結局4対6で栃木は負けるんだけど、もう栃木のゴール裏のサポーターもこうそういうこうなんつうんだろう、打ち合い真っ向勝負を演じてくれた選手たちに大拍手を送って、それなるほど、日本平のこうエスパルスのサポーターとかはもう納得いかないわけですよ。確かにアマチュア集団ですから相手は。で当時の監督長谷川健太さんだったの。ああ懐かしいな、その長谷川、そう長谷川健太さんがね、メインスタンドの清水のサポーターからもうすごい、もうふざけんなみたいなこと言われてて、それに長谷川監督がもう食ってかかって、ふざけんなみたいな感じになってて、勝ってんのにかわいそうだなそれも。それでそうそういうゲーム4対6っていう、こうああまあそういう思い出があったっていう、まあだから要はあれですよね、そのまあよく言うじゃないですか、相手をリスペクトしすぎないみたいな、でまあ栃木のこのね全員戦力今の形で言うと、マジでまあこんなこと言うのはあれですけど、本音言っちゃうと負ける気しないですよ、今の、ね、なんかこの流れだとね、この流れだとそのなんだろう 1-0 もしくは 2-1 とかで栃木がちゃんとこう勝ち点3取って帰ってくるような僕気がするというか、でなんかそのもう逆に言うとはっきりするじゃないですか、あっちはこういう攻撃してくるぞっていう攻撃型で来るわけだから、そこからどういうふうにこうなんだろうカウンターで狙って、そのもうシュート数なんて3本4本でいいけど、それがしっかり決まればいいみたいなことだったりすると、なんかじゃあやること明白じゃんみたいな感じになったりして、僕はなんかねそれぐらいのなんかちょっとこう勇気を持って予想するとそんな感じなんですよ。あ、そうですよね。それもこの流れもあるし、もう一つはやっぱりあれじゃないですかね、僕はこれ今これまさに思い出すのはWBC の時の決勝、
日本とアメリカとの決勝戦の前に大谷翔平選手が、うん、あの憧れるの憧れるのやめ、憧れるのやめましょうっていうわけですよ。相手の選手にはこうやってスターたちがいるけど、憧れてしまったら超えられないからみたいな話をして、それはまさに憧れてる対象の大谷選手が言って、それでこうチームが一つになってこうまとまってこうグラウンドに出てくみたいなシーンがこうありました。中の映像としてツイッターに上げられてたんだけど、いやなんかね、 J2 の中でその憧れるというかリスペクトしすぎちゃう可能性があるのって今多分清水だけかなと思いますよね。なるほどなるほど。J2 のチームが、まあ、うん、乾隆とかがいてこう名前負けするじゃないけど、うん、でそういう対象なら多分エスパルスぐらいだと思うんですけど、まあ、まさに次の試合は、うん、なんか憧れるとかリスペクトをしすぎちゃうとこう腰が引けちゃったら厳しいんで、はい、そこはもう向かっていく立ち上がりからこう試合の入りすごく大事になると思うんですけど、うんうんうん、そこ向かっていくっていうところがやっぱ大事ですよね。当たり前なんだけど大事です。まあまあなんか僕性格上なのかもしれないです。これ僕自身の性格上なんですけど、相手が強ければ強いほど燃えるというか、うんうん、だってこっちある意味そのリスクがないんですから、うん、そうですね、ノーリスクです、うん、でもう下から這い上がっていくしかないじゃんっていう立ち位置って実は楽じゃないですか、うんうんうん、だからもうなんかまあ、言い方がちょっと適切かどうかわかんないですけど、まあ、恥を忍んで全力でやりていこうとやっちゃえみたいな。そうですね、全部出しちゃえみたいな、ね、で相手がまあなんか何こいつっていう、うん、こうちょっとやばいやつらなんだけどって思ってもらえるぐらいでちょうどいいというか、ちょうど岩木とこうガチガチのバトルやった後だし、このままバチバチいっちゃえみたいな、うん、そうそう、だからなんかねちょっとね、まあもちろん毎試合すごい燃えてるんですけど、相手がこういう相手だって時こそ俺燃えちゃうタイプです。だからマジでなんだろう、なんつうんだろう、同じ人数で同じ種類種目で戦ってて同じような状況でもう自分たちがマジでどれだけ力出せるか思い切って試してやろうぜみたいな感じに、うん、俺はピッチ立ちませんが なんか自分のお笑いのそのなんだろうスタンスとして照らし合わせちゃうんですよ、うん、僕がほら初めてルーキーで出る時の舞台ってそりゃすごい方たちがいっぱいいるじゃないですか、はい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 、だけどそこにビビってるともう何にもできなくなるから、うん、もうむしろなんかこう いじってもらったらそれを返してやろうぐらいな、もう、うんうん、自分でトークはうまくいかないかもしれないけど、その後いじってくれた時に笑いになったり、いじられた時に返しをすげえ用意しておこうとか。ああ、なるほど。そういうもんなんですね。なるほどね。そうなんですよ。なんか こことここは弱いけど、こっちは準備できんじゃんみたいな。ああ、なるほど。だから、で、内容が、例えばその返しも内容がうまく伴わなくても、うん、こうテンポよく返すと面白く見えるじゃんっていう時とかあるじゃないですか。ああ、なるほど、なるほど、はいはい。こいつすぐ返すけど中身何にもないじゃんみたいにいじられたら、それは俺の中でのゴールなわけでとか。ああ、なるほどね。そういうシミュレーションして。はいはい、そうっす。だからなんか、いや、いいんですよ。むしろ、その、ね、俺らがこの試合で負けると大変なことになるってことが、まずその世間的にはないから。ないっすね。確かに。うん、もう、その、いいんですよ。その、今の栃木市の勢い持って知名度持って清水をぶっ倒してやるっていうその大金星でいいんだみたいな、あ その勢いでねごめんなさい、ちょっと今日ねやっぱり前日が勝っちゃってるからテンションおかしいのかな、やっぱり。いやでも本当だ、そういう意味で勝ったのは大きかったです、うん、あれ引き分けで、ね、終わっちゃってるのと、うんうんうん、全然その順位もこうなんていうかな、こうごぼう抜きしたじゃないですか、要は抜きましたね、はい、4つぐらい。そういう意味で、まあ、別に勝ち点差全然ない、下とないから、うんうん、降格圏と全然ないからは全然あれなんですけど、でも一個、はい、これ勝って迎えられるのはまあ大きいですね。大きいですよね。はい。だからもうちょっとね、もうちょっとドキドキしますよ、清水戦に向けてみたいな。もう現地行けないんでね、ちょっともうはい、はい、用事がダメなんで行けないんですけど、はいはい、うん、まあ、ダゾーンでも見れないかもしれないですよ、その時間がね。はいはい、もうだからね、なあーってもう今がドキドキしちゃうんです。
まだまだあと持たないですよ、ね、もうちょっと。そうそうそう、はい、だからあのスイッチ入っちゃって燃えちゃってあ、一回沈めてね、一回沈めてからですね。ああ、そうですね、はい、水曜日、まあ今度土曜日やから、はい、まあ、木金木曜日あたりからじゃないですか。ですね、ちょっと鈴谷さん現地でいろいろ見てきてください。もう、はい、いや楽しみです。久々なんだ、あの日本ダイラー、ねえ、本当に久々なんで。ちょっとまあまあまあ、さあじゃあちょっともうあれですよ、何でしたっけ、 MVP のコーナー、 MVP、うん、表の MVP と裏の MVP そうですね、最後スポンサーさんのお話で終わりですから、この流れは。そうそうそう、はい、じゃあまず表いきますか。 表 MVP ってなんだよ表 MVP ね、表 MVP、はい、僕からいきますよ。そしたらかぶるかな、かぶんないと思うな、これどうだろうな、かぶるのかな。どうぞ、いいですよ。福森選手。おお、かぶってない、かぶってない。はい、この月間でいうと、群馬戦、山口戦、山形戦、甲府戦、岩城戦でいうと、ワンゴール、ツーアシストなんですよ、昨日の。いや、もうすげえですよ、うん、曇りさん。うん、曇りさん、まあ、それ、この結果以外のところでも、やっぱ左サイドで、ゴリゴリ自分でプレス剥がして運んだりとか、うん、すごい、本当すごい。山田選手と絡んで、あそこでやっぱ時間作って、攻撃のリズム作れるから、今度、逆サイドが行った時に、うん、福島選手とか上がってきて、でそこで山形戦の根本選手の、スルーパスから根本選手決めたゴールとかあったじゃないですか、うんうん、あれって結局最初左サイドで作ってるからの右サイドだったりとかするなるほど、うん、っていうのが今本当彼コンディションがガンガン上がってきて、この、ま、1ヶ月間はすごいかなりのキーパーソン一番引っ張ってたんじゃないかなぐらい。確かに、うん、昨日の試合もね、平松選手、やっぱあそこ真ん中で出るっていうのがなかなかないのから、やっぱかなり試合中に声掛けして、おー、らしいですよ、福森選手はやっぱ。で、そう、試合勝って、あって、僕も試合終わって、下通って、記者会見場に行く途中に、チームのロッカールームとちょっとこう、その前通るんですよ。で、その時にちょうど福森選手がいて、うん、で、すれ違いざまに、福森選手がお疲れしたっつって言ってくれたんですけど、かっけーその背中をこうかっけーみたいな感じでした。もうダメですよ、憧れるの分かるけどいいんじゃないですか、試合結構いや、それはもうね、激しく同意ですよ、実際。はいはいはい、福森さんはすげーですよ、やばいですよ、マジで。いいですよ、はい、ここ来てます。もうトータルバランス最高っすもんね。最高っす、今最高に上がってきた。わ、はい、かりました。じゃあ僕いきますね、うん、僕の MVP は西谷佑樹選手でございます。西谷佑樹、はいはいはい、もうね、特にね、なんだろうな、ここがもう MVP のポイントだったっていうところがあって、うん、それは試合締める時のロスタイムの時のあたりの西谷選手の動きなんですけど、うんうんうん、昨日の試合、そうです、はいはい、昨日試合だけで言うと、そのなんだろう、一人で追ってってたじゃないですか、ずっと。追ってた。いや、マジですげえんだけどとか思って。動かったっすね、あれね。はい。で、それで、まあ、横で僕が見てたのが、広瀬浩二君と一緒に見てたんですけど、もうね、浩二君も言ってましたよ。うん、うわ、勇気がこの時間に一人でガーを追うのって、もうほぼもうこれ、栃木もう勝ち点3確定やで、って。なんでって言ったら、いや、勇気がやるっていうことがめっちゃ大事だし、で勇気が一人であそこにいるってことは、戦術的にも後ろの9人は、よし、じゃあこっちは俺らで守るねっていう意思の疎通ができてんねん、これ、つって。なるほど。飛び出してやってましたよね。ちょっとライン下がってたんですよ、あの時、うん、ああ、はいはい。で、変なボール入れられると、うん、事故が起きるじゃないですか。はいはいはい。こうライン下がっちゃって、ゴールの近くだから、そこにね、うん、ボール入れられて、うん、セカンドボールの落ち方次第では危ないシーンが危ない、まあ、実際ありましたけど、うん、そこ際で対応してたけど、まあ、あそこ行かなきゃいけないところで西谷選手がグワーって、まあ、要するに相手のロングボールに蓋をするために行ってたけど、うん、だってあれ、いわきの選手は来るわけだから、その来るまでに蹴らなきゃいけないっていうふうにカウントダウン受けちゃうわけじゃないですか。そうだからそれをね、その時間帯で走った時のなんかね、
でね、あの控えの選手たちも、ゆうきくんナイスさーみたいな。ああ、なるほど。言ってたんですか。もうね、あす、この時間帯にこれになった時はもう勝ち点3だなっていう。そう、それで、その終わり際の、それこそ鈴谷さんとか記者の方たちとインタビューを終えて帰ってきたゆうきとちょうどばったり会って、はいはいはい、お疲れっつって今日やったぜみたいな話をしてて、いや、ゆうきくん最後のさ、やばくね、あの、ロスタイムの時間のさ、あの、駆け回るやつっつったら、あの、実は体力もちょっと残ってたんですよって言って。すごい。やめてよ、そんな状態やめてよと思ったけど、ゆうきくんこういう状態言わないんだよなとか思いながら。すごい。だから、なんでって言ったら、うん、その、今日って時間が止まることが多かったじゃないですか。あ、はいはいはい。で、その分、意外と温存できてたし。で、あの、まあ、セットプレーが多かったの、そのセットプレーのところは結構、ギュッと大変だったけど、うん、ずっと動いてるわけじゃなかったから、うん、あ、これ最後の時間の時に力いけるぞと思って行ったんすよねみたいな。ちょうど休めたってことなんだ。そうらしいです。だから、あの、別にそのなんだろう、こう全部を出し切ってるんですけど、体力の調整も実はちょっとできててみたいな、あの時間帯に行けるみたいな、とこちょっとなんかこうな知性を感じるじゃないですか。うん、すげえ、何それ、あんなに必死にこう栃木市のためにガツガツ行ってやってんの、うん、頭の中超冷静じゃんみたいな。いやー、確かに西谷選手本当、あの、なんつうんだろう、この1ヶ月のあれで言うと、本当、あの、ボールをプレッシャーかけるだけじゃなくて、うん、奪い取るじゃないですか。奪い取る、確かに。あれ、だって相手プロだけどなみたいな、ちょっと確かに。すげえな、奪い取っちゃってんだよ。相手プロだよ。そりゃそうだ、プロ同士なんだから。そりゃそうだ。そうそうそう、なんか絡め取っちゃってるから、玉際で、うん、いやー、すげえすげえ、うん、この間の俺マッチでプログラムの原稿にも書きましたけど、山田優斗選手が練習の時に、はい、やっぱ、あの、西谷由紀選手と佐藤翔選手は、やっぱ本当に、すごい、練習から本当、ここまで深く来るのみたいな感じで、ああ、それはびっくりしたって言ってて、で、攻撃の選手としては、それ、ここまで来るんだったら、それを予想して上回らないと、練習から何もできないんじゃ、試合でも何もできないから、それを上回ろうっていう、その、試合に入、あの、練習、日々の練習に入ってく、気合の入れ方とかを一段階引き分けたみたいなこと言ってたんですよ。すごくないですかそれ。そうだ、西谷佐藤コンビは本当にね、あの、すごいっす、本当に。すごい、何その話。すげえなと思った。もう前半のあの試合の振り返り全部カットして、ここからスタートしましょうよ。いや、もう西谷&佐藤についての凄さを語る回みたいにして。嘘。多分僕の、あの、予想というか、あれでは、いや、神戸選手も絶対刺激受けてて、やんなきゃやんなきゃってなるから。そうですよ、本当そう。そうだけど、多分まだちょっと追いつかないところが、アフターのファウルとかになっちゃうとかっていろいろあると思うんですよ。そのこうミスマッチというか、その自分の中で、分かります、分かります、やりたいってやらなきゃとか、やりたいって方向と、そのプレーがまだ合ってないってあると思うんですよ。多分これね、やり続けることで本当そうじゃないですか。あれでしょ、西谷佐藤コンビもやり続けて、西谷選手なんて昔全然もうちょっと違うタイプだったから。そうですよ、左サイドとかやってた時ありましたからね。左サイドバックとかやってたから。はい、いや、だから、そう、神戸ちゃんはもう神戸ちゃんで、もうそのポテンシャルがはっきりあるじゃないですか。うん、あとは経験だけですもん。あとは経験と、その強度の、その鍛錬を続けることで、はい、練習でだってその環境があるってことは、練習からそれで 100%120% でやり続けると、あの、多分どっかでこう変わってそれがうわピタッとくる時があるんじゃないかなって思う。楽しみだわ、そういう話が。一番いい試合、もしかしたら試合出てなくても練習で実力ついちゃうとかってすごくないですか。そしたらすげえいい練習してんなーって。そうそうそう、はい、すごい、それいいな。俺一体その中入ってみたいなってちょっと思いません。ダメだよ、おじさんは入っちゃダメ。すごいっすよ、練習。最近、ボールが練習グラウンドでこっちに転がってくるじゃないですか。はいはい。
で、その時蹴るじゃないですか、ボール。はい。足痛いんですよ。それはそうですよ。自分の中で頭のイメージ、昔やってた時のイメージと、はい、あの同じ5号球ですよ。蹴るじゃないですか。はいはい、こっちの足が痛いっていうのが、まあ自分の衰えもあるもちろんあるけど、プロって大変だなって普通に。俺も蹴ってみて、うわなんか最近の試合球って勝てんだなとか思ったんですけど、違う違う違う、俺らの足が弱い。そうそうなんですよ。そう。悪い癖よ。あの自分の衰えをボールのせいにするって悪い癖。いやでもすごい。あれプロはやっぱああいう中で体ぶつけ合いながら、うん、でボールのスピードとかも全然違うじゃないですか。当たり前全然違う。それに頭投げ出してやってるって、うん、いやーすごい。いやもうとにかくまあ全 MVP ですけどね、そうなっちゃうとね、うん、そうだけどまあ分かりました。西田です。じゃあ次あの、はい、裏 MVP。 裏 MVP ね。裏 MVP は僕から言うと、はい、関東マツダを引っ張ってきた営業部。何それ教えてくださいよ。いや関東松田さんってあれですよ、これつい最近、はい、あのオフィシャルパートナーになったじゃないですか。でそのあそういうことね、栃木市の営業さんってことね。あそう引っ張ってきたってね。なるほど。関東松田じゃないです、関東松田じゃないです、栃木市の、まあ、営業部がまた頑張って、うん、ああそういうことですね、取ってきたっていうのもあるし、僕今松田の車乗ってるんで、うん。何ちょっと恩恵預け、よくっ恩恵預かろうと思っちゃって。そう、恩恵預かりたいなと思って。ちょっと今度、まあ、関東松田に行ったら営業、そこの営業の人といろいろ話してみようかなと思って。何ちょっとあれですよ、あの、いいホイールを安く仕入れようとしてるんですか。そう。なんかちょっと恩恵預かれないかな。いいっすね。よくやった。いいっすね。はい、素晴らしい。はい。松田ユーザーとしては最高ですね。はい、最高。本当最高。じゃあ僕、行きます。僕はですね、いわき戦で、トークショーやったんですよ、またイベントで。はいはい、その時に、さくら市のアイドルのラビンズっていう2人組の女性がいるんですけど、その子たちのことを応援している、なんですかね、サポーターさん、はい、ピンクの服着た男の人たち、まあ、このアイドル業界でオタクっていうんですけど、その、はいはい、推してること、その人たちです。ポイントとしては、うん、まずこのイベント会場に来て、まずそのとにかくそこのなんだろう、軍団だけめちゃくちゃこのイベントが盛り上がるようにすげえなんか盛り上げてくれるんです。まず、はい、声を出したり拍手して笑ったりとか。あ、なるほどね。あの人たちってイベントの盛り上げのプロなんですよ、あのアイドルのオタクの人たちって。めっちゃうまくて、でこれからラビンズが出てくるからっていうタイミングで、そこのとこ僕行ったんですよ、みんなのとこに。あ、はいはい、でな、あのせっかくだから質問しましょうよっつって、うん、なんかトークだけ聞くのもあれだし、うん、こういうタイミングでね、せっかくこうあれだったら質問僕が投げかけるから用意しておいてくださいっつって、うん、やってたんですよ。で実際トークが始まって、うん、じゃあいろいろ聞くのが終わって、うん、あのフットゴルフの話とか聞くのが終わって、うんうんうん、じゃあちょっと今日はもうみんなあの推しの方たちが来てるから、うん、あのサポーターの人たち来てるからちょっとじゃあ聞いてみましょうっつって、でそのオタクの人たちに振ったんですよ、質問どうですかっつって、はいはいはい、どういう質問してくるのかなっていう期待と不安が入り混じってたんですけど、確かにね、これがすごいのがあのラビンズのお二人に質問ですっ って新しくユニフォームが変わりましたけども、うん、このユニフォームを今着てるお二人どこの辺が今ポイントとして好きですかとか、でもう一人は栃木市の試合に来てますが、栃木市のグルメは非常にたくさんありますが、お二人はどこに行って食べてみたいですかって、もうね栃木市の PR してくれですよ。完全だ。もうねためになっちゃって、あこういう質問を俺が逆に投げかけるってことも今後やっていこうみたいな。確かに。しかもうん、そのラビンズの2人がなんかこう答えやすそうなそう感じでしたね。だからなんとかマリトッツォが好きですとか言うじゃないですか。そうするとそこの店の宣伝にもなったりとかするじゃないですか。だから俺ね、ちょっとね、すげえなこの人たち、やっぱちょっとなんか本当になんかこう周りの人たちのことを考えて盛り上げてんだなみたいなのがあって、ああすごい。で後で赤井ちゃんに聞いたんですよ、あのフロントスタッフの赤井ちゃんに聞いたら、うん、あの人たち実はすごくて、
席も SS 席なんですよ全員とか言って、やばとか思って、くまぽんさんとこうへいさんとかね、名前言うとくまぽんさんとこうへいさんねそのお宅の人たちの名前なんですけど、名前ね、そうだって桜、あれピンクって桜市のあれですよね、あれ、うん、そうだと思いますよ PR、 あれ、あ、それこそ赤井ひでさんとか、そうそうそう PR 大使で来てたね、あの、そうですそうです、あ、そうなんですか、そ, れね、それはねちょっとね細かい部分なんだけど、もうこういうの大好きじゃないですか、僕、はいはいはい、だからね、あの質問用意してくださいっつって、その質問をねみんなが選んでね、うん、全員がウィンウィンになれる質問をね選んできたって僕もね俺感動しちゃってなんでそんなね時間ないのにね、杉さんが言ってからね、いやもうねありがとうございました、本当いや本当 MVP、 影ろ、はい、影を影で支える、ありがたい、素晴らしいですね、はい、じゃあということでまたこれ45分喋っちゃったよ30分でギュッと終わらせようと思ったらダメだな、このおじさん2人がもうサッカー栃木市の話題があると思って終わんないんだから、まあ解消の後ですから、ここはいいじゃないですか、うん、もうそこであの鈴谷さんのそのデスクのとこに45分、はい、30分になったらピピピピピってなるようにしといてください、もうしますか次からねで、ここからロスアディショナルタイムとかねやりますか、長えアディショナルタイムが長え絶対30分なのにアディショナルタイム15分半分半分以上です、半分ですよ、はい、じゃあちょっと最後もうあれです、僕は今宇都宮東部グランデにいるんで、はい、はい、もうここの朝食も今食べてめちゃくちゃ美味しくて最高の一日 で、うん、そうですね、この後もう東京に仕事しに帰り行くんで、はい、いや本当宇都宮東部グランデの皆さんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますありがとうございます、はい、じゃあ藤田さん、僕はそうだな、今マッチデープログラムの後ろ裏側をこう見てるんですけど、はい、どうだ、あ、平屋だな、平屋に行ってきますこれからなあ、そのもうちょっとテンション上げて平屋はこういうのがあっていいよっていうのを言ってくださいよ、ちゃんと平屋何なんだろうな今、いや品揃え豊富で何を分かるか分からないっていういやいや、でもね、そう分かる、鈴谷さんで言ってること分かるんですよ、平屋に行って、うん、品揃えが多いから、平屋に行ってから決めたいんですよね、あそこってね。平屋に行って、そう、僕、チョコミントのアイスが好きなんで、チョコミント。ジジイだなあ、そうっすか。チョコミントのアイスが好きって、俺も好きだもん。あのカップ、バーじゃなくて、カップの方ね、カップでちょっと固めのやつ。あれでしょ、それであの、なんか、ペタ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 食うんでしょ、歯が痛いから。そう。あ、そう、チョコプットってそうか。ジジイですか。それはそうですよ。うちの奥さんとか子供とか、もう、サーティワンとか行くとね、うん、なんか謎のやつ頼んできますよ。なんとかホッピングなんとかとか言って。なんだそれ、スラングかつって。商品名だったんですよ。そうなんすか。いやいや、なんとか、なんとかチョコなんとか、カッペなんとかとか言って、もうスタバなんて言ったら、アイスとか関係ない、スタバなんて言ったらパニックっすよ、俺。スタバとか言ったら、もう決まんね、大体僕はあれ、抹茶ティーだけど。じゃあ、そんなんだったら別にあれでしょ、ティーバッグでいいでしょ、そんなの抹茶とティーだ。買って、ほら、リプトンのやつでいいでしょ、ティー。いいんですけどね、まあ、一応長く滞在するときはちょっと気使って500円ぐらい使うようにしてるんですけど、ね、はい、スタバで、ね、いい、まあまあね、うん、スタバで500円ね、うん、でどうせあれでしょ、少し高いなとか思ってるんでしょいやいやいや、滞在する時間、ね、にこうそこ仕事するときとかはまあなんつうの、はい、そのあれじゃないですか、そこの曲がりするお金のつもりで払うっていう感じにして、いやだから、じゃあ鈴谷さん、俺分かります、気持ち分かるけど、うん、俺らはカフェじゃなくて喫茶店に行くべきなのいや、まああれですよ、まあマックだと思ってすぐできますけどねマックだろうね何の話だこれいやいや、まあまあここは十分にカットしていいとこなんではい、さあということでございまして、うん、ちょっとまあ収録した日が良くなかったですね、このテンションが高いのはねいや、いいタイミングでした、本当に、はい、良かったです、ね、まあ、はい、でも次清水エスパルスですけども、うんうん、マジで勝ち点3取れる
っていうのがもう本当にワクワクしてもう 描けてるんで、やっぱり これはもう勝ち点3を清水から奪って栃木宇都宮へ帰ってきてもらいたいなと思います。選手たちにね、はい、僕も勝った時のね、今あの緑色のシャツを着て 2連勝してるんで、ちょっとそれ着ていこうかな。いいですね、そういう験担ぎね。験担ぎは大事大事大事、うん、はい、もうこれ全員戦力、全員戦力っていうのはね、サポーターも周りの人も全部含めての戦力ですからね、栃木 FC はね、うんうん、はい、さあということでございまして、あっという間ではないな、これはな、長々と皆さんありがとうございました、はい、さあということでございまして、本日もですね、無職でよろしいですね無職みたいなフリーランスのフリーライターの鈴谷さんと、はいはい、無職のようなお笑い芸人の鈴谷さんで、お送りいたします。平たく言うとジジイたちが栃木FC大好きジジイたちが2人で喋ってるって感じです。テンション上がっちゃって喋りました。はい。ジジイたちがテンション上がるときはダメですね。あれいいじゃないですか。こういうときもあってね。いいと思います。じゃあ、わかりました。たまにはこういう会が必要です、はい。ということでございました。はい、さあ、ということで、お時間でございます。ご視聴いただきまして、皆さんありがとうございました。ということで、鈴木のしゃべりすぎちゃんでした。